こんばんは東谷さんメッセージありがとうございますそうですね25年前のものでもやっぱりね腐らないわけなんですよ情報が腐るとはどういうことかっていうとやっぱりその情報がですね多くの方に知られた時かなと思いますよね でまあ、情報は鮮度に例えられることもあるんですけども古いからといって古いだけでなくなるものではないかなっていう例をこれからお話ししようかと思います、まあ、私は最近ですねトランザムっていう車を買いましてこれがねまたあのナイト2000仕様といいまして昔テレビドラマでやっていたナイトライダーのまさにあの形なんですよね。もももちろん内装もですし機能もその通りに 復元してあるレプリカなんですよでこちらの車を購入することによってその車に懐かしさを感じている人が、まあ、車を見てね 近づいてきてきくださったりとか、私のフェイスブックや、まあ、インスタグラムもやってるんですけど t ねツイッターとかからコンタクトを取ってきていただいてあ昔こういう車に憧れてたんですよっていう風なね40代50代の年代の方が私に新しくまたね、えー、お友達という形でつながることができましたもちろんですねナイトライダーのレプリカを持たれてる方ともつながることができたんですよ 持ってない方とともががることができましたねその懐かしさっていうキーワードは私たちはいつも心の中にあるわけなんですよ。皆さんもですね、今、昭和40年代男っていう雑誌があることをご存知の方もいると思うんですよ。面白いですよね。このタイトルだけで私は買ってしまいました。昭和40年代の私たちが生まれた世代っていうのは、 ユリゲラが出てきててきスプーンををししそれをみんなで真似したりコックリさんが流行ったりとかね宇宙人が出てくるとか霊感があるとかもうさまざまなね科学的な分野が広がると同時に非科学的な分野も広がってきたファンタジーの世界だったわけですよ。しまいには1999年地球が滅びるというねそんなノストラダムスの大予言もありましてまああらゆるマーケットが開いていきましたね。でまあ霊感的な霊的なものもねいろんなこう怪しい商売が出てきて今 そのスピリチュアルって言葉に置き換えられて随分ね科学的に裏付けられたものにえなってきたと思いますでそういう風うな形でね昔心の中にあった思いっていうのが今でもそのまんまね、えー、残っていると思うんですよそれがマーケットを作っていくということも言えるんではないかなと思いますまあ,あもうちょっとね軽いファンタジーの話題で言えば「宇宙戦艦ヤマト」とか「ガンダム」とかね未だに続編出てるじゃないですか あれは当時宇宙戦艦山だったらガンダムで育ってきた人が自分だったらこんなストーリーにするのになーっていうのを今度は30代とか40代になって自分が作る側プロデュースする側になって自分の妄想で描いてきたそれぞれのヤマト像ガンダム像を作品にしてしかも公式として打ち出してきてるってことなんでしょうね。多分ね、皆様にもそれはでできると思うんですよ。 だから一つ一つ自分のストーリーを憧れの中にどんどん見出していってね、えー、いただきたいかなと思います。必ず共感する人はいると思いますし、共感する人が仮にいなくても、自分は楽しいと思います。私もね、えー、ナイト2000という車、まあ、毎日眺めてですね、まるでナイトライダーの続編を生きているかのようですよ。皆さんもそういったような、自分だけのストーリーっていうのを作ってみたい映画かなと思います。きっとですね、R34 を乗っている吉谷さんも、自分なりのストーリーを自分の人生の中に、 そのままま埋め込んんで楽しく豊かに生きているんだと思いますこれが本当のですね贅沢であり豊かさなのかなと思いますけどもね皆さんはどういうふうにお感じになったでしょうかそれでは今回は短いですけども失礼します